君たちにもその偉大さがわかるよ。神に最も近い存在、まさに救世主となるにふさわしいお方さ。要するにペテン師というわけだ。俺のリゼルグをペテンにかけるとは許せねえ。かわいそうに神を信じることができないなんて。でも大丈夫、ジャンヌ様がお救いくださる。お前に力を貸せばだろ。交換条件と立派な救世主だな。交換条件じゃない、食材だよ。君たちは罪深いハオと同類なんだ。あいつと同じ力を手に入れてしまったんだからね。その上ヨウ君に至ってはハオの半身でさえある。ジャンヌ様に協力することで君たちの罪は許される。ゲートオブバビロンに力を貸すんだ。はあ、なんだそりゃ。この地上から全ての悪を消し去る聖なる力を消滅させることができるのはジャンヌ様のゲートオブバビロンを置いて他にはない。大した自信だな。確信だよ。僕たちに協力すれば君たちの罪は許されるんだよ。君たちだって覇王を心よく思っていない、そうだろう？ああ、確かに覇王は気に入らねえ。それならけど、それはそいつらに対しても同じだ。ヨウ君、そうか、残念だよ。ジャンヌ様に協力しないというなら、ハオと同じ匂いを放つ力を野放しにするわけにはいかない。同じ匂いか。君がハオと同じ人格だとは言わない。でもハオの半身であるという事実は動かしようがない。ああ、さっきも似たようなこと言われたよ。おめえらの言う通り、おいらは多分ハオだ。よくわからんが、そうに生まれちまったんならそれはどうにもならねえ。けどオイラはオイラなんよ。オイラはオイラ。ああ、間違いないぞ。なんせ本人がそう言ってんだからな。どんな理屈だよ。まあ、あれだな、リゼルグ、やるんならスカッと気持ちのいい勝負をしようぜ。何が気持ちのいい勝負だ。バカだよ、最後のチャンスだったのに。なーに、チャンスは自分の手で捕まえるさ。それは不可能だ。なぜなら君たちはこの場で死ぬのだから。